羽村、親父、何やっとんじゃお前。すいません。でも仕方ないんです。殺さないと殺されちまいますから。何言うとるんや。植松やったんもお前なんか。はい、でもあと一つ、あと一つなんです。それが終われば俺は自由にしてもらえる。川村、お前、親父を殺せば俺は生き返れるんです。本当にすみません。親父、死んでください。やっぱり強いっすね、親父は。もう少し早く親父に会えてたら人生変わってただろうな。河村、お前なんでこないなことを。親父、本当にすみません。よく頑張ったな、河村。これでお前の借金チャラにしてやるよ。いいぶち。バカとハサミは使いようなんて言葉がありますが、本当にその通りだ。借金肩代わりするだけで何でもしてくれるんですからね。金と暴力ちらつかせるだけでいい。極道社会ってのは本当にくだらないが楽ですね。すべてお前が裏で糸引いとったんか、飯淵。ええ、その通りです。お前何が目的や。この世で最も非合理的で時代遅れな業界ってなんだかわかります？極道社会ですよ。義理人情なんてものに基づいて素頭の悪い連中が各地で幅を利かせて好き勝手に統治している。本当あまりにも非効率すぎますよ、この業界は。だからコンサル上がりの私がきっちりマネジメントしてやろうと思ったんです。なんやと？各地に散らばる極道組織を全国統一し、極道社会全体を合理的な仕組みに一本化する。いわば極道社会のアップデートですよ。この古臭い業界を俺が全て塗り替えるんです。植松やったんもその理想の民や言うんか。ええ、極道社会の全国統一、私はそのための足がかりとして
自分の所属する東条会を手中に収めようと考えました。寺田をたぶらかして自分を押し上げてもらい、邪魔な連中は排除していく。植松もそうですし、あんたもそうです。もちろん寺田も時期を見て消すつもりでしたがね。私はそうやって東条会を手に入れ、それを近江連合に譲り渡そうと考えました。近江に？はい、東条会を近江に吸収合併してもらえば、日本最大の極道組織が出来上がります。そうなれば全国統一はもう目前。私はその組織の要職につき、極道社会を自分の理想色に染め上げる。義理人情なんてくだらないものに左右されない、合理的で近代的な極道社会を作り上げるんです。くだらんな。あなたなんぞにその価値はわからないでしょうね。ですが近江連合のある幹部にすでにこの話は通してあるんですよ。あとは実行に移すのみ。しかしスムーズに東条会と近江を合併に持っていくためには何か大きなきっかけが必要だ。それが戦争ですよ。東条会の人間が近江の幹部を殺せば、これに勝る火種はない。だから河村に一肌脱いでもらったんですが、どうせなら河村なんていうチンピラよりもあんたが殺したってことにした方が良さそうですね。悪いが、あんたにはここでいろんなもんを背負った上で死んでもらいます。この腐りきった極道社会を正すための礎になれるんだ。悪い話じゃないでしょう。どうせあんたはほっといたらろくな死に方しねえんだ。今しんどいた方が値打ちが出ますよ。わしはお前なんぞに値段つけられるほど安い男ちゃう。お前の理想なんかどうでもええ。わしはただ目の前におる気に食わんやつを殴るだけじゃ。勢いだけで全てを変えられるわけありませんよ。そんな古臭いバカな極道はさっさと消えろって言ってんだよ、マジマー。
人んとこの組員弾いといてただで済むと思っとったんなら、バカはお前の方やで。豚箱で臭い飯でも食って一から勉強し直してこいや。残念だったな、真島。全てはもう動き始めているんだよ。西と東の大戦争が起こり、東条会は消える、うん、これから面白いことになる。最高のエンターテイメントだ。一足先に行って特等席を確保しておかねえとな。